皆さんこんばんは。今日はですね、飛行機操縦ですね、ゲームでちょっと遊んでみようかなと思ってみます。ですね。これは、このゲームはですね、無料ゲームですね。キャリアランディングスというですね、空母、艦載機のですね、まあ、操縦するゲームというふうになってます。まあ、とりあえず F18、ですね。はい。で、ゲームモードは3種類。キャリア、コンクール、フライトシミュレーター。まあ、キャリアですね。これだけが、まあ、とりあえず無料ゲームですね。で、まずレッスン。で、F18 スーパーホーネットですね。はい。スズメバチですかね。ホーネット。それを操縦してですね、航空母艦から発艦して、陸上の空軍基地に着陸するというですね、操縦ですね。はい。で、画面上にですね、指示が出ますので、その通りやっていくとかですね。まずスロットルを全開。で、カタパルト発進ですね。飛びます。発艦しました。はい、ギアアップ。山と山の間を越えていきます。はい。じゃあそろそろ滑走路が見えたら速度を落とします。着陸はですね、150ノットですね、ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。ギアを下ろします。どこかな、降りてみようかな。はい、出てきますね。はい。機体の速度。スロットルで、高度を調整していきます。やばいやばい。はい、着陸 OK。ということですね。はい、ミッションクリアですね。ちょっと見てみましょうかね。操縦風景。はい、母艦を発艦しました。ちょっとこう風景のね、ポリゴンがあまり良くないですよね。ただその動きはね、すごく滑らかです。着陸があります。速度、スロットルで合わせていくんですね。機体を下げてきて、
シャリに出てないような気がするんですけどね。まあ、なんとか収まりました。はい。以上です。今日のところ以上です。ちょっと、追加にですね、空母への着艦というのをやってみましょう。多分ね、めちゃくちゃ難しいと思いますね。レーダーにですね、先の緑色ですね、に空母が見えてきてるのかな。着艦コードと言います。言ってます。ギアダウンですね。ギア下がってる。レディスですね。じゃあ空母へ入ります。空母が見えてきました。フラップを完全に下げて。早いかな。おーし、さナイスキャッチダウンですね、タッチダウンですね。ちょっと見てみましょうかね。着艦のナイス、タッチダウンですね。どうかな。山を越えてきて、フラップを下げて待ってますね。これはちょっと、周りの風景非常に良くないですね。まっすぐ入ってきてますね。まだ早いかな。僕の滑走路に、うまい。一番手前で引っ掛けましたね。ということです。戻る。ミッションクリア。今日のところは、ここぐらいにしときましょう。陸上基地への着陸と、航空母艦への着艦がうまくいきました。今のところミッション2つやってみたんですね。空軍基地への着陸と、3番、空母への機関ですね。あと、夜間偵察とかあるんですね。で、これが、何パターンもあるんですね。何パターンも。それぞれ。道路からの着陸ですね。
そのうちやってみようと思います。